そうです。えっと、ご質問に答えているかどうかわかんないですけれども、ただ、僕、あの二年間スタンフォードにいて、そこでまあ、客員研究員をやっていてですね。で、やっていたことは、まあ、スタートアップエコシステムですよね。まあ、どうやったらスタートアップが出てきやすい環境を作ることができるのかっていったことを自分なりに研究していたつもりです。で。 一つのファインディングスはですね、あのまあ、全く環境が違うんですよね。なんでそのアメリカでこんなにユニコーンがどんどん増えるのかっていう話をすると、まあ当然その企、まあ、業家の絶対数みたいな話もありますけれども、そうやって単,単純な話、その1000億円のバリエーションの会社に投資する会社があるからじゃないですか。 ね、あの1,000億のバリエーションに、まあ、あの100億以上の単位で投資する人がいなかったらそんなの出てくるわけないですよねで、まあ、これよく言う話ですけれども、えー、日本の場合ってある種レーターステージの VC って今までほとんどなかったのかなというふうに思っていてで、えー、じゃあどうなってたのかっていうとマザーズがそれを代替していたとマザーズって、えー、例えば2018年の、えーまあ、マザーズに上場した会社のね、えー、公募価格ベースの時価総額ってどれぐらいか皆さんご存知ですか 公募価格ベースで2018年にマザーズに IPO した会社の時価総額の平均額50億円です。これシリーズ B ですよね。下手したら A かもしれないシリコンバレー水準で言うと。だそれぐらい逆に言うとイマチュアな会社が上場できるのが、まあ、日本のマーケットであり、それぐらいそ,のそういった会社を支える、まあ、個人のマネーがあるっていう、まあ、ある種ポジティブな捉え方もできると思うんですけれども、まあ、要はそういうことだと思ってるんですよ。で、本当に産業にインパクトが与えるような あまあそういったあの会社をスタートアップを生み出そうと思うのであればそこからさらに続くようなお金の供給の仕方をしなければいけないというふうに思ってましてまあおそらくオプション2つあると思いますあの上場しないでそのままものすごく大きくなるまでちょっとじっと潜るっていうそういうパターン本当にあのユニコーンになってから上場するパターンっていうのが1つとえもう1つはまあマザーズに上場した後もちゃんと支え続けるプロの投資家。 これ、時価総額1000億とか1500億までいったら、だいぶ基幹投資家のお金入ってくるわけですけども、やっぱり100億、200億の会社に投資する基幹投資家なんていないですからね。でも、あえてここで言葉を選ばずに言いますけれども、まずはずに上場して、どうしても VC の方々っていうのは、資本の制約上、早いタイミングで抜けざるを得ないってなった時に、その100億、200億の会社を買ってる人たちって誰かっていうと、個人の方々です。で、あえてきつい言い方をすると、個人の投機家です。今日買って、明日売るっていう人たちですよね。 でそういった人たちと日々接してです、ねえー、次の四半期は黒字になるのか、ね、どうなのかねとか株価上がるんですか下がるんですかみたいな話ばっかり受けてたらです、ね、ガバナンスも何もあったもんじゃないですし本当に大きなインパクトのある会社作れるのかというとそんなわけないだろうと。 で別に今、スタートアップって日本、非常に盛り上がってますけれども、別にそれって IP をする会社を増やして、ですね別に創業者だとか、周りの投資家の方々が小金を稼ぐためにスタートアップってあるはずじゃないはずで、社会の要請としてはどうやってインパクトのある、産業になるような会社を作っていくかっていうことが重要だと思ってます、そこがシリコンバレーと大きな違いだと思っていて、僕たちはまあじゃあ、そのピースを埋めようと思って日本でやっているというところで、非常にシリコンバレー参考にしてるところありますね素晴らしいですね。はい